妻と食うということで、はい、今日も家で食おう。はい、サムネでわかると思いますが、今日は肉のハナマサだ。はい、行ってみたらもちろんうまそうな肉とか、それ以外にもプライベートブランドも結構あったよね。なんつうのかな、業務スーパーみたいにさ、一品物っていうよりかはパウチとか、あとお菓子とかか、そういうのが多かったから、ちょっとラインナップが業務スーパーとは違うと思うんだけど、プライベートブランドを中心にうまそうなものを買ってきたんで、うん、まあ、それを一緒に食いましょうってことで、はい、はい、でとりあえず揚げ物だね。今日はちょっと量がとんでもないから、うん、こっちでじゃなくてちょっとキッチンで、はい、まず揚げていきましょう。はい、はい、ってことで今キッチン移ってきまして、本日こちらですね、揚げ物プロ仕様鶏から揚げってことって 1.6kg ね、だいぶ買ったね。だいぶ買ったのよ。まあ湯煎のものと揚げ物と、あとお湯で割ったりそのまま食ったり、まあいろいろ買ってきたけど、うん、ひとまず何食うにしてもこれが一番時間かかるから、そう、ね、ちょっと先に揚げて準備していこうかなと。凍ったままの状態から170度から175度の油で7分から8分。結構あるね。結構ある。まあなんかこれ加熱調理なしのやつらしくて、生肉かららしいから、まあ、だいぶ時間かかるんだけど、いきましょう。おい、おお、別に O のシーンではない気がするんだけど。いや、とりあえず入れたの。お腹空いてんだよ。あ、腹減ってんのか。もうこの袋からすげえ生姜の匂いするんだけど。あ、ほんと。ちょっと匂い嗅んでみ。あ、おーおー、生姜って感じだね。生姜って感じなんだけど、結構さ、業務系の唐揚げってさ、醤油、ニンニク、ガツンみたいなイメージだけど、ね、案外さっぱりしてんのか。生姜好きだから期待はできるわ。期待はできるね。半分入ったかな。うんうん、だから4回、うん、食べるの一瞬なんだよな、こういうの。そうなんだよ。ってことで、はい、いい感じよ、色。第1弾。おお、熱っ。いや、うまそうだぞね。うん、うわー、もう食いて、ここで食ってビール飲みて、ね、多分2発でいけると思うんだよね。1袋うん、よし、これでとりあえず1袋目終了だね。はい、よいしょ、オッケー、入った。ちょっとこれ買いました。具沢山牛すじカレー。また美味しいと。そう、なんかネットでね、美味しいって書いてあったんだけど、1パックでさ 750g もあんのよ。1パック1家族だよね。そうね、まあ、ちょっとこれもゆっくりと湯煎していきやっしょ。ちなみに今日はお米8合炊いてますんで、はい、今日買ってきた分とお米全部合わせたらさ、まあ 6kg ぐらいあるな。ビール飲んだら多分食い切らんな。また欲望のままに買ってしまった。欲望のままに買ってしまったよ。飲まずに待てないな。もう飲みたいね。喉も渇いたよ。一緒にキッチンドランカーしますか。します。うん、今さ、まあいろいろちょっと禁酒してるじゃん、ダイエットも含めて。あ、そうだね。撮影という名目で飲むという。確かに。そう、まあ、とりあえずじゃあ飲みますか。はい、じゃあ開けるよ今日も。お願いします。はい、お疲れ様です。久しぶりというか、我慢に我慢を重ねている。うめえ。こう飲んじゃうと唐揚げをちょっと食べたくなっちゃう。食べちゃう？一個だけね。一個だけね。一個だけね。一個ずつね。うん、あの生だった可能性を示唆して、ちょっと先食べるわ。これが。はい。熱い。熱そう。ちゃんと入ってる？からの。どうぞ。熱そう。うまっ。うまい。やばい。やばい。うん。うん。めっちゃ美味しいね、これ。めっちゃ美味しいっしょ、うん、これ。めっちゃ美味しい。肉のハナマサすげえよ。これ超うまそうじゃない。もう食ったからわかる。めっちゃうまそう。やばい。味しっかりめだから、つまみでもご飯でもいけそう。あ、どっちでもいけそう、うん。ちょっとレンチンのものとかやっていこうか。ああ。そう、ハンバーグはさ、これもあのネット調べ。ネット調べ。うん、これとにかくうまいっていう。このお肉屋さんのハンバーグって1個で 190g。うん。大きいハンバーグ。なかなかのハンバーグ。ハンバーグ屋さんのハンバーグサイズよね。で、
金額で言ったら300円ぐらい。あ、そんな安かったっけ。めっちゃ安いのよ。あ、それは安いわ。絶対買うでしょこんなの、うん、うわでかでかでかいよ。ちなみにデミグラスソースを買ってきて、まあこれをかけようかなと。で最後にあとあれだね、この最後の唐揚げ入れるときに、うん、カレーはもうちょっと引き上げちゃって、うんうん、でステーキ、あー焼きたいと焼いてったら、うん、ちょうど全部終わる頃に焼きたてできたて。私もう一個あるの思い出しました。何？マカロニで。あ、マカロニ。そうそうだった。今日買ってきたんよね。やっぱこういうね、業務的なお店行ったら試さなきゃいけないということで、マカロニサラダとこれ納豆、そう、プロ仕様バージョン、そう、ちょっとプライベートブランドのやつね。あ、タレがない、これ。あれ、いつもタレ入れてんだよね。いつもはね、タレなのよ。どうしようかな。ちょっとまあ、めんつゆとかで、だし入ってるようなやつで、うん、ね、ちょっとあえてみましょうか。おー、いいですね。増えてきますね。いいね。ってことで、完成しました。全部作ってたら気づかないけど、まとめるとやばいね。そう、なんだかんだね、あれもこれもあったなって。そうなったね。カツサンドとかあるし、これ食べたかったのよ。めっちゃうまそうじゃん。お店で作ってるやつかな。ちょっとこれも後ほど食べるとして、まあひとまずね、あの作った出来たてを食べていきましょう。はい、はい、じゃとりあえず一回いただきます。いただきます。はい、2杯目はお腹いっぱいになるから。そう、ね、焼酎で。はい、じゃあ乾杯ということで。いただきますして、ステーキいっちゃっていい？焼き具合もちょうどいいんじゃない？あ、いいね、いいね、ちょうどいいでしょね。うん、いただきます。あ、うまい、うまい、サーロインうまい、めっちゃうまいよ。ちょっと米、米だよこれ。うん、あ、うん、めちゃくちゃうまい。いただきます。うん、うまくない？うん、うん、顎にね、うまいね。ちょっと後半腹いっぱいになってくると食えないだろうから、うん、ちょっと最初にね、このカツサンド、カツサンド、これカツ分厚すぎ。うまい、うん、うまい。多分ロースかな、うん、油少なくて、ね、うん、すごいさっぱりして、まあ、犬かわかんねえもん。ほぼカツって感じ、うん、食べた感じ。ちょっとこれ食ってみて、一個いただきます。美味しいけど、うん、ほぼカツだね。ほぼカツなのよ、うん、パンないのよ、うん、食べる？あ、すいません、ちょっと食べかけてごめんなさい。他がね、食えないから俺が食うけど、うん、全部の品を一口は食いたいと思うね。食いしん坊だからね、うん、あのまさクオリティ高い。我らが、はい、マカロニ納豆。あ、そっち、はい、一回試しますか。一回プロ仕様の、うん、マカロニ納豆いただきます。一気によう食べるな。うまい。やっぱ違う？違う。あ、違う、全然違う。うん、業スーのマカロニの方がちょっと固めかも。食感的には、うん、正直業スーの方が好き。プリッとしてるというか。そうそうそう。でもなんかね、入ってることか知らないけど、ハムっぽい風味というか、またちょっと違うんだけど、業スーとは。なんかわかる、わかるでしょ、うん、なんかわかる。でもなんか言い切れない感じもわかる。そうそうそう、まあもちろんなんか具材にもハム入ってないし、本当にこれに関してはなんだろう、どっちが好きっていうの分かれる感じ、うん、かなり美味しい。かなり美味しいよね、うん、私花政の方が好きかも。花政の方が好き、うん、じゃあもう自由に食おうぜ。はい、うん、何回食っても唐揚げうめえぞ。でも温度が下がってくると生姜感が強まるかも。うん、うん、確かに、うん、うまっ。熱々はあれ生姜いなくなったと思ったけど、うん、風味ブワーってくるよね。うん、うん、この唐揚げ美味しい。
じゃあちょっとそろそろいきます、この、はい、190g ハンバーグ。ハンバーグこんな感じですね、ハンバーグ。おお、でうまそうだよね。美味しそう。ちょっといただきます。はい、うわ、しっかりつなげも入ってて、あのつくねとハンバーグの間ぐらいの食感、ふわふわっとしてるけ ど、肉感もあるし、あと玉ねぎのね甘みがしっかりあるから、まあ、今回ドミグラスにしたけど、おろしが良さそう。ベロの趣味で言ったらおろしは合うと思う。米が無限に食える。こんなのもう終わっちゃったね。終わったよ、一杯目。カレー行こうかなと思って次。わかる。うん。じゃあ次の準備ができましたよ。カレーとコンポタ。なんかね、これでね、ハナマスさんに売ってたの、コンポタージュのパウダー。パウダーでお湯溶かし、ね。そうそうそう。20g に対してどうのって書いてあったんだけど、わからんので。お好みで。噛んでやるわ。噛んで。あ、あのね、あれの匂いがする。うまい棒のコンポタージュの。じゃあコンポタじゃん。まあわかるけど。うん、あの、なんていうの、ちょっと甘めの感じ。ちょっと置いときまして、一旦ね。はい。一旦置いとくわ。でもそろそろ冷めちゃうんで、この具沢山牛すじカレー。ちょっといくよ、これ。あ、すっごい油。おーおー、振った方がいい。振った方が良かったかも ね。あ、でも、まあ、まあ、あ、はい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 。うわ、結構入ってるね、具。あ、うまうまい。辛さはそうでもない。辛さはそんなに強くない。スパイスの香りがやっぱすごい効くんだけど、いや、なんかね、店カレー完全に。あ、ちょっと唐揚げカレーでしょ。唐揚げの量やばいね。あ、唐揚げカレー。あー、あうあ、食べるラー油がね、あったんで買ってまいりました。そういうことね。これ、そう、ご飯にじゃなくて唐揚げに入れるんだ。あ、そうそうそう、唐揚げにちょっとやりたくて。うわよ、これはうまいね。うまいよね。うん、ちょっと頑張って。うん、いける。うん、確かにニンニク臭くないから、この唐揚げ、うん、合うかも。うん、辛さもそんな強くないと思うけど、うん、うちら辛いの好きだからその責任持って言えないけど。言えないけど、うん、そうだね、ガーリックがやっぱり効いてる、うん、ちょっとじゃあ俺もやってみるわ。これなんていうのかな、めっちゃ乗せるな。乗せすぎた。これとマヨでご飯食って。あー、絶対美味しい、ね、絶対うまいでしょう。あー、うまい。うまい、買ってよかったね。俺好きだわこれ。他の食べらってもうちょっと火入れの弱いニンニクっぽさ、生に近いようなあるけど、うんうん、これはもう完全にフライドガーリックだね。だね、うん、今日こんだけ食ってなんかこう、ああ、まあっていうのない。ない、全部うまい、うん、あ、じゃあちょっといっちゃっていい、これ。あ、出た、うん、ガーリックバターソース、これね、これ人気だよね、なんかよく見かけはする、うん、これにさ唐揚げつけたらさ、デブるんじゃない。背徳系だね。うん、うわ、黄色なのがさ、またなんかちょっと背徳感あるよ。そうなんだよ、めっちゃガリバタや。うん、うわ、やばい、犯罪ほぼ。これにさ、蜂蜜とか混ぜたらあのヤンニョムみたいに、あ、ガリバタ、はいはい、ハニーチキンみたいにはなると思う。やっぱ人気のなのが分かるって感じ。これは米じゃなくて酒だ。でもやっぱさ、ちょっと前の家撮影だと本当に腹パンだったの。まあ、家だと気合が入んないし、うんうん、やっぱトレーニングしてるからか、今日はちょっと腹パンではある、でもあの気持ちの腹パン、もういいかなー、そう、満足したの腹パンで、結構ね、お腹は余裕なのよ。うーん、お酒抜いてるだけあるね。ダイエット、トレーニングの成果じゃない、うん、これ。あー、人生楽しい。やっぱ食べるの好きだからって。ちょっとさ、うん、この辺りで試したいことがあって、業スーのマカロニ納豆ってさ、うん、なんかつまみっぽいよね。でもこいつおかずっぽいよね。あ、確かに。だからこれをさ、もうがっつり丼にしたいの。マカロニ納豆丼。マカロニ納豆丼、味がちょっとだけ薄かったんで、ご飯するにはめんつゆで。
うまい、合う。玉ねぎ感がうまいかも、うん、結構シャッキリしてるよね。うんうん、これおかずだ。これ食べらんも、これちょっとマカロニ納豆に、まあ食べるラー油ですからご飯にもね、うんうん、かけないとってことで。ポリポリ言ってる、なんか探してるね。そう、なんていうか、いくら探してもマカロニがもういなくなっちゃったんだよね。あ、食べるラー油がちょっと入れすぎちゃった。完全に入れすぎたね、うん、個人的にはだけど、うん、この食べるラー油ご飯にかけたりとかっていう感じじゃない気がするな。例えば油淋鶏の上にかけたりとか、あ、はいはい、なんかその中華系の、はいはい、香り強いじゃん、トッピングみたいな感じ、トッピングみたいな感じで、うん、さっきの唐揚げもそうだけど、うん、和えた方が美味しい気がする。なんか主食として食う感じじゃないかもな、うん、ダメだ今日なんかこうおーんってのがない、全部うまいってなってる、うん、ってことで食べたね今日も。食べた。とりあえず今残りはこんな感じ。唐揚げがまあちょこっと残ってて、でこっちかカツサンドが一切れ残ってる感じ。であとはまあカレーだったりとかコンポタも残ってるけど、まあこれはね、まあ夜食べたり明日食べたりってことで、うん、でも今日うまかったね。うまかった。めちゃくちゃうまかったよ。行数も美味しいからコートはつけがたいけど、うんうんうん、まあ、正直やっぱ肉類、うんうん、食べるんだったらうちは多分花マサ行くかな。あ、そうかも、うんうん、気になる方は近くにあれば、近くにあればね。花マサってどうなんだろう、全国展開なのかな。でもそんなにあっちこっちにある感じじゃないよね、関東以外が分かんないから。そうね、まあちょっとそのあたりは分かんないけど、お近くにねあれば買っていただいて、うん、はい、まあ、安く美味しくね、うん、いろいろ味わっていただければと思います、うん、はい、まあ、ちょっともう満腹だから昼寝しよう。片付けてから片付けて昼寝しよう。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。